リオオリンピック銀メダルの吉村真晴がイベントに登場、握力測定に挑戦しました。すると64、やばいよ、やばい、45.7。ちょっと待ってください。まさかの宮崎強化本部長に敗北。それでも来月開幕の T リーグに向けては気合十分です。今まで以上に強くなったところをお見せできるように、もう全力で頑張っていきたいと思ってます。